い、クジラクジラ。なんだね。びっくりするぐらいパッとしない ABCD の戸塚翔太いんじゃん。いるね。心配だよね。何が？突症の病気だよ。え、戸塚さんのこと突症って呼んでるの？そうだよ、戸塚ヨットスクール校長の御曹司だからな。違うと思うよ。まさかあそこまで重症だとは思っていなかったよな。そうね、芸能活動ができないレベルよね。そんなにひどいの？ひどいよ、アリと話せるかもしれないって言ってんだぞ。それが本当ならかなり来てるね。しかもアリの声が聞こえるって言うんだよな。上割のところに行かなくちゃとか、セミの足重いねとか聞こえてきたんだって。嘘でしょ。本人が言ってるから間違いないよ。そうなの？他にアリは何か言ってなかったの？スノーマンの佐久間はお荷物だねって言ってたみたいよ。